さあそれではお待たせいたしました、本日のヒーロー戦士の登場です。放送席、そして甲子園球場のタイガースファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は3人のヒーローにお越しいただきました。まずは11勝目を挙げました青柳投手、そして4回は貴重な逆転ツーランホームランは3年連続20本目となるホームラン大山選手、そして今日タイガースデビューでいきなり結果を出しましたロドリゲス選手の3人です。まずは青柳さん、11勝目を狙うマウンド、どんな思いで今日は上がったんですか？そうですね、もう勝たなきゃいけないと思ってたので、もう勝ちたいだけを思って上がりました。その勝ちがしっかりとつきました。6回1失点のピッチングに関してはどうでした？いやもう先制点与えてしまったんで、本当にユースケとかが点取ってくれたおかげだと思います。ただこれで青柳さん、ハーラーダービートップ独走の11勝目、この数字はまずどうですか？数字はすごいですね。そのすごい数字というのがまだオールスターにも行ってないのに前半戦だけで11勝、タイガースファンは頼もしく見てると思いますよ。そうですね、この声援をもらってたら負けるわけにはいかないと思います。頼もしいと言いますと、青柳さん、お隣の大山さんの逆転ツーラン打った瞬間どうだったんですか？僕打った瞬間確信で手を挙げてました。大山さんが帰ってきてからベンチの前で何か話をされました？でもナイスバッティングありがとうっていうのを伝えました。少し大山さんが照れているように思いますが、大山さん、青柳さんにそう声かけられていかがでした？そうですね、嬉しかったですし、いつも助けられているんで、なんとか野手で、頑張ろうというところで、打ったんでよかったです。1点を追う4回、ランナーが1人いました。あのあたりは長打は狙っていたんですか？長打というよりも、しっかり自分の狙い球、そういうところを準備して入れたので、結果的にホームランになってよかったなと思ってます。そのホームランですが高く上がりました。あの打球の軌道、手応えどうでした？いやもう手応えはあったので、入れたらなと思って走ってました。さてこれで大山さん3年連続で20号以上のホームランということになりましたが、そのあたりはどうでしょう？そうですね、まだまだだと思って、もっともっと打てるように頑張ります。ではまず青柳さんと大山さんに明日以降へ向けて一つ締めていただきまして、その後に小鳥池選手を紹介しましょう。では青柳さん、明日以降の戦い一言教えてください。そうですね、明日明後日オールスター前は2試合あるので、もうそこ2連勝して借金なしでいけるように頑張っていくので応援よろしくお願いします。では大山さんもお願いします。あと前半戦2試合なので、1試合1試合また全員で戦っていきますので応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。では続いて
本日タイガース一軍デビュー、いきなり代打で2点タイムリーツーベースを打ったロドリゲス選手にお話を伺いましょう。ロドリゲスさん、すごい声援じゃないですか。アメン。I know it's just motion and the story, but it feels great that we came out with the win, after, especially after the weather had beach. And definitely feel well every time that you get the win. 今ちょっと蒸し暑いんですけどね、ただ、自分の仕事ができて、初日にね、チームの勝利に貢献することができたので本当に嬉しかったです。改めてあの打席ですが、追い込まれた後に右中間に打ち返しました。バッティング内容はどうでしたか？ I mean, I feel great, but all I was trying to do was just try to keep the line moving. The guys got on base, you know, they did a good job. And especially when you have that type of patient, you always want to give him some support. And I feel glad that I was able to get the job done in that situation.まあ、あの場面、本当に打つことができて嬉しいんですけど、まあ、自分の前のバッターたちがね、しっかり出塁することができてくれたんで、出塁してくれたんで、なんとかあそこランナーを返す気持ちで打席に立ちました。ピッチャーがいい仕事をしてくれてるんでね、あそこなんとかサポートすることができてよかったです。では改めてロドリゲス選手の自己紹介とセールスポイント教えてもらえますか？I mean, nice to meet you guys. Hashimemaste. And you guys can count with my effort 100% every single time, all I got every single day. And hopefully, you know, we can get everything. We can win it all. Hashimemaste. 皆さんに会うことができて本当に嬉しいです。チームのためにね、全力を尽くして頑張ります。願わくは後の試合全部勝てるように頑張っていきたいと思います。改めてあのタイムリーの後のこの甲子園球場のファンの空気どう感じました？I mean, great. They're awesome. You know, every time you have this crowd supporting you behind you, and you can came clutch for them, that's the best feeling in the world. 最高ですね。いつもこのようにね、声援している中で、声援応援してもらっている中でね、プレーできるっていうのは本当に嬉しいですし、この中で、プレーできるのは本当に最高です。あと2試合で前半戦が終わりますけれども、明日以降へ向けてこのファンにメッセージを最後もらえますか？ Let's finish strong and 始めまして頑張ります。楽しみにしています。ありがとうございました。ロドリゲス選手でした。今日のヒーローは青柳投手、大山選手、ロドリゲス選手3人でした。放送席どうぞ。ただいまヒーローインタビューを受けました。青柳、大山、ロドリゲス各選手にヒーロー賞といたしまして、阪神百貨店から賞金とトラッキーのぬいぐるみが贈られます。お客様へお願いいたします。これから本日のヒーロー3選手がリリーフカーに乗って外野付近を一周しますが、お席から離れることのないようお願いいたします。またみんなで六甲おろしを応援しますが、声を張り上げての合唱はお控えいただき、手拍子や応援マットなどを使ってお楽しみください。なおお帰りの際は密集密接を避けるため、エリアごとに時差退場を実施いたします。アルプス席、外野席のお客様はしばらく退場をお待ちいただきますので、あらかじめご了承くださいませ。
ビクトリーランの準備も整いました。みんなでロックおろしスタート。7月のみんなでロックおろし。